当にこれ最近話題のモンスターハンターライブだよ。己の狩りはさらに、さすがに早すぎて、僕はもっと早くできるよ。それはやべえ。というおふざけはこの辺にして、わよわお、抹茶です。ナナシもいるぞ。マグロです。相棒。今回からこの、するゲーム、モンスターハンターライズをゆっくり実況していきますよ。マグロを乗せたら寿司になる。それはライス。悟空を行きましょう。それはレース。唐突な別ゲーでくる。ダウンさせられたわ。そして倒れたレース。ごめん、これ何の動画だっけ。ポケモンだよ。レースの大爆発。唐突に悲観しててくさ。そう笑った。まあ一旦話を戻すと、今回はみんなで新要素を堪能していく回なんですよね。抹茶さんってことになるな。班長、ちなみに私はガンサーフォアローキ唯一の癒し枠チリタンです。これは初見さんも虜にできる可愛さ。まあ古事記にもそう書かれてあるしね。幼年祭だよ。それじゃ三つ目借りに行っていいかな。いいな、いいな、突撃ということで到着しそうだよ。抹茶だけ来るの遅くね。気のせいだよ。なんだか道臭くってきたっていうか、アイテムをいろいろ拾い集めてきたらしいね。何拾ったの？ふん転がしとふん転がし。くっしゃ。めっちゃ嫌がられててくっさ。まあでもただ臭いだけじゃないよ。投げつければ狩りを有利に進められる。三つ目の体に炎が。これがふん転がしの効果だよ。めっちゃ光るじゃん。ピカピカの。もちろんただ光っているわけではなくて、これは新要素のヒエラレ状態ってやつだね。なるほどですね。効果中は相手に継続ダメージが入ったり、攻撃でひるませやすくなったりしますよ。普通に強くね。効果時間クソ短いぞ。ほうほう。まあぶっちゃけヒヤラレはお気持ち程度って感じですね。なんで拾ってきたの？さそうだったから。くっしゃ。アホですね。まあ多分ちょっとは効いているはずだよ。そのおかげか知らんけど、すぐに怒り状態に移行したしね。抹茶にも効いてそう。ダイレクトアタック。ビールでも飲んでリラックス。でもまた抹茶狙われてるよ。やれ、削り切れ。削り切られないよ。場所的に当たらないやつ。でもナナシには当たるやつ。なんでだよ。さそう笑った。本当にナナシだけが大ダメージを受けててくっさ。本作のミツネは滑りがいいから注意です。滑りでぬるぬる。裏切りぬるぬる。そのぬるぬるじゃないぞ。アホですね。そしてダウンもぬるぬる。すべてがぬるぬる。やりますね。やりますに。ちなみに今作の玉ミツネくん、泡まとい状態なるものを習得していてですね。それ今見た目ぬめってるでしょ。確かに。でもちょっとわかりづらいね。確かに。そしてここで、ミツネが遠くの彼方に。めっちゃ吹き飛んだな。今のが特殊ダウンってやつだね。泡まとい状態中にダメージを与えると吹き飛んでいくっていう。リノバルド的な。こんな感じ。ってあれ、なんか俺も唐突に吹き飛ばされたんだけど。なんででしょうね。裏切っててくさ。親方、空から爆弾が。なんででしょうね。おめえだよ。アホですね。ということで少しカットしたよ。時も吹き飛んだだと。ディアボロかな。そしてどうやらまだふんころがしを持っているみたいです。今度は水だよ。びしゃびしゃモンテン。つまり水やられ。こんな感じ。ちなみに水やられの効果は肉質なんか、硬い部位ほど柔らかくなるよ。普通に強くね。効果時間クソ短いぞ。ほうほう。なんかデジャブ。気のせいだよ。そして相棒が撃墜させるらしい。3つ目の撃墜だと。ありますね。これはとても。しかも今は水やられ状態。肉質も軟化しているからダメージ効率がたないもん。圧倒的ハメカスですね。やれ、削り切れ。このまままたダウンしてもらうよ。あ、そういえば泡まとい状態でもあったんだ。圧倒的ぬるぬる。そして再びハメカスぬる。これには少し同情しそうな勢いですね。やべえ、着地ミスった。キャラコンだ。ゴミのようだ。確かに同情しそう。草生えますね。ということで漂流したよ。いや、どういうこと。何これ。これも新要素の一つだね。かけり虫を使ってモンスターをめっちゃ自由に操るっていう。うよ、壁ドン楽しい。レオパレスでやるなよ。それはさすがにくさ。そう笑った。それじゃこれでラスト壁ドンかな。やりますに。最高の後継さん壁ドンでしたね。これはさすがに有能。しかも今はまとい状態だよ。ほうほう。これにはナナシちゃんも思わずご満悦。そしたらここでクイ刺すよ。クイ改めて。これで連続ダウンにできますね。ヘッチじゃー。あとは再びハメ化するよ。弱っているみたいだし、もう一踏ん張りだよ。やれ、削り切れ。でもなんかあれだね、ガンナースってダウン中に使う鉄柱シビとかって特にないんだね。まあないこともないけど、一言で言うと直球すぎてくさ。そう笑った。実はさっきから使ってるこのガードエッジって技があまりにも強すぎてね。確かにこれだけ使ってるよね。確かに。これを常時使いたいからシンプルにもう片方の技を縛っている感じだよ。なるほどですね。つまりもう片方の技はどうあがいてもアホですね。まあ体験版だからっていうところもあるだろうけどね。ひとまずガンダースの鉄柱主義はそんなバランスみたいです。こんな感じ。それじゃいろいろと紹介も済んだし、これでとどめを刺すよ。やれ、ゴリ押せ。切れ味黄色やん。関係ない。あまりにもゴリ押しでくっさ。エンドってね。エンドな。それじゃ無事に枯れたということでね、今回はここまでにしておきます。ご視聴ありがとうございました。なんだか今回も相変わらずのゴリ押しやハメだったけどね。とりあえずいろいろと紹介してスムーズに枯れたからいいんじゃないかな。ワイともそう思います。あとは製品版でもこんな感じでわちゃわちゃした実況を投稿するからね。マイペースではあるけど気長に待っていただけると幸いです。それじゃまた次回の動画で、あざした。バイバーイ。